カトゥーンのチームプラス X 第1話。ある日カトゥーンは衝撃の事実を知った。それは気分をプラスにするガンロッテプラス X を分けている最中だった。どうした？いや俺たちって6人グループだったんだ。今まで気づかなかった。6人ってことはバレーボールじゃん。チーム組んで世界目指そうぜ。ロッテプラス X を噛んで、なんだか気分がプラスになったカトゥーンはバレーボールチームプラス X を結成。じゃあリーダーを決めよう。でもどうやって決めるの？あ、上手いやつがリーダーやればいいんだ。じゃあ俺ピアノ上手いよ。そうか。おお。気分をプラスにするガム、ロッテプラス X がある限り、カトゥーンは前向きだ。たとえピアノとバレーボールに何の関係もないとしても。敵も一目散に逃げ出すぜ。プラス X 行こう。